かかなと思って、でも YouTuber さんやったらちょっと逃げないとと思って本能がねそう本能が逃げないとって思って逃げちゃって、で顔見ずにね、誰か分からずに逃げちゃって、でもう稽古場とは全く違う道から行こうと思ったんですよ。でその横断歩道があったからそこで待ってたら、トトトって誰か来て、でなんかパッて振り向いたら共演者の方で動画回してたのも共演者の方でごめんなさいめっちゃ怖かったとか言って、めっちゃ怖かったんですよとか言って、めっちゃなんかドッキリ怖い、怖くて、でもなんか思い出に残るなって思いました。うん、怖かった、気まずい、気まずかった、なんか、あなたたちだったんですかってなった、うん、面白かったです。でもまず確認せよ、向こうも困りますねそう向こうも困ってた怖いからさ、でも逃げちゃいましたね。うん、そうお互い気まずいっていうあすいませんみたいなあすいません、あそうだったんですねみたいになった面白かった、怖かった、楽しかったな、でも相手が地域に野球観戦チケットどうやって取ってるのか聞きたいって言ってたよ。行ける日にババって取っちゃいます、2日連続とか。トラチケやっけ、高チケ、甲子園チケット、高チケとかファンクラブのやつで取ってますね。そう今日はここで何の話をしに来たかと言いますと、オンラインお話し会のお話ですそうお話し会二次会お話し会二次申し込み中、受付中なんで、ちょっと是非ここに見に来てくださってる方は、見に来てくださったらじゃあお話しして、お話しに来てくださったら嬉しいなって思います話し会二次会じゃなくてお話し会の二次受付。そう最終日にはね、こう私がハッシュタグ千と千尋の神頼みみたいなナンバトルのハッシュタグを作ったので、せっかくだったらちょっと乗っかっちゃおうと思って、千と千尋のコスプレをしたいなって思ってます。そうナンバトルで愛止まっちゃった、愛とか J っていうのがあるんですけど、ナンバトルでそのそれの投票権もついてて、投票するためにもねお話し会来てくださったら嬉しいなって思います。まあ、絶対にその来てくださる方は投票してくれたら嬉しいんですけど、でも第一には第一の心に置きたい、置いておきたいことは楽しむってこと楽しんでみんなとねいろんなお話をできたらなって思います。そう
話し会を、そうそうそう、お話し会ノープランで言っても大丈夫、大丈夫です、全然。投票しませんとか言って泣くからな、泣かせるなよ、そうだぞ、泣いちゃうぞ、慈悲泣いちゃうぞ、お話し会来てくれなかったら泣いちゃうぞ。あの某やったっけ、千と千尋の、千見て、わかる、ち、ち、ボウの真似、おにぎり食べたらその線みんな無茶ぶりしてきた人は絶対にお話し会来てくださいめっちゃ喋るの早いやつ、食べるやつ喉大丈夫ですか？喉は大丈夫です、今のところ。でもちょっと危ないなと思ってます。すでに撮ってる場合は追加ですか？そうです。1時でね、売り切れがちょっと出なかったみたいなので、2時で出たらなって思いますので、皆さんよろしくお願いします。間に合ってます。何秒ぐらい、1枚30秒とかじゃないかな、15秒か、15秒ですね。はじめましてでも大丈夫です。もう全然、はじめましてっていうお話ししましょう。はじめまして、なんで来てくれたんですかっていうんで、ちょっと面白い回答お待ちしてますハードル高くなった、全然面白くなくていいです。こんばんは、はじめましてで緊張してます。みんな嘘つかないで、はじめまして、ハードル上げないでください。ハードル上げたら怖やん。いや、ほんまにそれ全然面白くなくていいんで、本当に私何でも笑うんで、よろしくお願いします。もう全然何の話でもウェルカムです。全然巨人の話でもいいし、阪神以外の話でもいいし、今日はこんなことがありましたとか、今日の朝さ、階段でつまずいてさ、小指なんかめっちゃ痛いねんな今とかでもいいし、今日何度寝したと思う？そうやな、3度ね、一度ねとかでもいいし、何でもいいです勝手に今トーク考えたけど、何でも、私のね、ぜひ私の、僕のベッドの色何色やと思う？そうやな、やっぱ、金運みんな欲しいと思うから金色かな。
ブブーシルバーでしたとかでもいいし、何でもいいです。前は前の大きな店で育ってお礼したいって言われたから慈悲のお話かもしれない。ありがとう。例えが雑すぎて参考ならない。みんなもうほんまに何でもいい、何でもいいから来てください、お願いします。なんかどんな服着てても結局話すのは楽しいんで、なのにどんな服着てるの見たいなとかあると思うんで、ね、2月27ね、6か6がシェイクス2022のコーデ、衣装っぽいコーデと、あと2月27が次の日にプロ野球のキャンプが終わるので、やっぱユニフォーム着とかなきゃでしょって思って阪神のユニフォームを着ます。ただ皆さんは本当にどのスポーツのユニフォームでもいいですし、どの球団のユニフォームでもいいですし、別にユニフォームじゃなくてもいいです。はい。そして3月次は12かな、3月12はなんて言ったっけ、ヒョウ柄コーデやったかな、 NMB の意識高めヒョウ柄コーデですね。そう、これはもうずっと去年から、あ、これ NMB っぽいなと思って家にあったんですけど、ちょっと皆さんに披露しなきゃなって思って今回お話し会できます。で、3月13は次の日がホワイトデーということで、ちょっとホワイトデーっぽい彼女感ある彼女感のある、私服にしたいなって思います。だからまあ私の中の彼女感なんで、もしかしたら私服じゃないかもしれんしっていう感じですね。ホワイトデーコーデ、そうだから、その日、そのホワイトデーの3月13日の3部4部に萌えゼリフっていう回、萌えゼリフ枠がありまして、萌えゼリフを皆さんにこう言ってほしい萌えゼリフを持ってきていただいて、私がそれを読み上げるとか萌えゼリフを言うとか、そういうのをしたいなと思ってます。そうそうそう、だから彼女感ある可愛い萌えゼリフでもいいし、まあその時にまだ皆さんがシェイクスのセリフを聞きたいよっていう方もいらっしゃるんだったら、シェイクスのセリフも言いたいなって感じですね。そして3月次は何日ですか？何日でしょうか？19日、19、20、21か、3月19は生誕ティーですね。生誕ティーは去年12月に誕生日を迎えて、皆さん多分持ってらっしゃる方も多いと思うので、みんなと一緒にお揃いしたいなと思って、そう、セーターティーを着たいなと思います。ちょっと肌寒いと思うけど、
みんなで着たいので、皆さんぜひお揃いコーデしましょう、一緒に。そして3月20は、これは寅年コーデですね。なんか年女で寅年なので、なんか寅っぽい格好もしようかなと思って。阪神とどう違うねんって言われたら、どう違うんかなってなっちゃうんですけど、でもあのユニフォームではない、あ、もしかしたらユニフォーム着るかもしれないけど、基本ユニフォームじゃないようにしたいなって思ってます。そう、でもあの究極に寅年コーデがあないなってなったら、あの阪神のユニフォーム着ると思うので、あの皆さん、うわぜひ思いつかへんかったんやって言って笑っといてください。はい、よろしくお願いします。そうで、3月21はあれですね、さっき言ってたハッシュタグ、ナンバトルのハッシュタグに、あの千と千尋の神頼みっていうのを考えてもらったんで、皆さんに。なので、それをちょっと、それからインスピレーションを受けて、インスピレーションというかそのままなんですけど、千と千尋の神頼みにちなんで千と千尋のコスプレをしたいなって思ってます。千尋だけに。そうそうそう、なんでぜひ皆さん来てほしいです。来てください、よろしくお願いします。何やろ、線かな、線を出せ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 、あ、どっちやの、線を出せ、でもそうですね、それをしたいなって思います。そう、あ、いいね、カエルのモノマネ選手権、お話し会でカエルのモノマネ選手権しましょう。なんかこれ何のシーンでしょうとか言ってやっていただいてもいいしっていう感じです。お客様のおなーりーみたいなあります。周りざわつかん、ざわついてなんぼです。線の格好かなって思ってます。ユバーバのセリフ覚えていきます、さすがプロ意識。腐れ神様のコスプレしていたもん、めっちゃいいや、千尋は意識高いな。ユボーンの格好だと予想してます、ありがとうございます。じゃあ私は白で。ありがとうございます。吐くキュンですね。千と千尋の神隠し見たことありません。マジか、誰がかまじんやねん。お、確かに。吐くに嫉妬してる。ハクってさ、なんかジェンダーレスな感じしません？なんかすごいこうシュッとしてるというか、なんか吐かないというか、すごいいいなって思います。私のことはハク様と呼べ。いいですね。白になれれば
ハクになればその瞬間だけ好きになってもらえるってこと。そう、その瞬間だけじゃなくても毎日好きですけどね、毎日好きですけどね毎日好きですけどねゼニーバめっちゃいい。ゼニーバ好きですね。ゼニーバめっちゃ優しいよな。あさって誰推しでも平気、平気ですよ、もちろん誰推しでも平気です。急にキュンキュンさせて、あかんわ、充電がないから。お話し会来てくれる人、プチョヘンザ、みんな来て、そして投票して、そして楽しみましょう。話し会来てね。始めたらいいなって思ってます。みんな、私の目標は愛と愛に、愛5位以内に、J 優勝、3お話し会完売の3つです。本当によろしくお願いします。どこから完売させたいですか。え、やっぱりさ、あの締め切りとかあるから、早く締め切られるところからですかね。初日から順番に売り切れていけばいいなって思ってます。そうね、2月分締め切り早いから、そう、2月分は多分締め切り早いので、うん、早なる早で完売したらいいなって思います。よろしくお願いします。明日の12時までに、はい、うん、私に投票してくれる人が買ってくれたら嬉しいですね。追加してありがとう。明
し込んでからね、ありがとう、みんな。ここにいる全員は私のオンラインお話し会に来てください。来なきゃダメよ、韓国。あ、めっちゃいいこと思いついた。みんなで一緒に投票する配信しましょう。あ、そうなんできる？あー、その投票の日にね、ありしたいですね、それ。あ、あ、鶴朝香さんがいらっしゃいました。ちょっと待って、充電器。わらわのお話し会に来んというのか。わらわのお話し会に来んというのか。わらわのお話し会に来んというのか。ダメだぞ。あ、速報の日はあんま良くないですね。鶴さんコーチになったのね。そうですね。チンヒってショールーム中よく演技してるよな。なんか一人でいると演技しちゃいますね。女優やありがとうございます。バコって音、何の音ですか。多分充電した時になった音ですかね。今見てるジヒはジヒだって。ジヒではないもんが、うん、バリ深いこと言ってるな。ジヒは今見てる私はそう、ジヒであって、ジヒであるんですけど、まあある種ジヒじゃないみたいな。わかる？私あんま分かってないけど、でもそういうことです。そう、でも合ってる。そういうなんか言いたいニュアンスは分かる。あ、そう、素ではないってこと。まあ素ではあるんですけどね。なんかどちらかというと、うん、YouTube とかのこの前の密着とか、なんかこう自分を強く見せるために作ったりはしてるかもね。こうなんか発言するときとかの方が素ではないと思います。素になったらあんなこと言えないからね。うん、多少人格変わるとね。確かにそうですね。精神をこうふーってさせるっていう基本話し会は素だよね。うん、素ですね。全く作ってない人らの、確かにこのショールームは
素に近すぎてちょっと、本当に家にいるちょっといつもより喋る私を見てもらってるっていう感じかな。ショールーム本当にこのテンションで喋ってるんで家で。何？うん。とか。そうやって喋ってますね。ん？うん、いらんかも。とか。こうやって喋ってます。弟くんもいいですよ。弟くんか。ルームシャオできてるの楽しい。確かに。もはや裏とかいう概念なくて好き。いつも朝一は機嫌が悪い気がする。そうです、朝は本当に私弱くて、それはちょっとそうなんですよね、弱いなっていうことだけ頭に入れていただいたら嬉しいなって思います。でも朝はレアなんでね、本当に寝て起きたままぐらいの私が伺えるので、テンションが顔はちょっと作ってるんですけど。10時は朝活じゃないです。イエーイ、朝ですよ、朝なんです。7時ぐらい、7時ぐらいに家出なあかんのかな。いや、そんな早くないか、ちょっと忘れたけど、早いんでね、朝。その始まるまでのこのメイクする時間とか含めてのところでもまだぽやーってしてるんで、はい、そう、早く起きれば起きるほどぽやーってしてます。でもそうね、今回は朝から上げていきたいと思います。テンション爆上げで会場に響き渡るぐらいの、音声で、親のも見たいっすよ。見たい。最近一人で起きれてる。はい。起きれてます、最近。鼓膜破りに行きましょう。破りに行きます。それはミュージカル抜けてないよ。そう。だから22日さ、公演があるんですよ、ウィンクのね、昼夜公演が。その時にちょっとミュージカル感を意識してやってみようかなって思います。はっ、誰か私だけ好きになってよ、ラミドゥ。はっ、女の子だからすぐに立ち直るの、マークライ失恋も言えて、さあ次の恋だ、ドゥルン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 。あなた、あなた、あなた、そこよく、あなた、あなた、あなた一般人、あんなやつの記憶なんかその腕から書き換えて、そう、愛こそがボランティア。
モバメの返信見るのって案外簡単だったでしょ。うん、でもね苦戦しましたね、ちょっとだけ。なんか今までそのメールを見るためにパスワードとなんか ID みたいなのが必要なんですかね。それでこうそのパスワードと ID だけ教えてもらって、これどっから入るんですかってなんか軽く聞いてたけど、結局どこに入るかわからんみたいな状態が続いてて、で近重さんを捕まえまして、ではなんかこれどうやって見るか教えてほしいですって言って、パスワードと ID 入れたらみたいな、あでもそれじゃ入れなくてみたいな、どこから入るか、どのパスワードを入れる場所がどこなのかを教えてほしいですみたいな、そうそうそう、それを必死に伝えて近重さんに教えていただいてっていう、そうそうそう、基本先輩たちはツイッターよね。そうツイッターですね。ツイッターの方がやっぱ見てるしっていうのもあったんですけど、週は返信見るの諦めてたよ諦めてたんや、しゅうちゃん。DM、 あ DM も嬉しかった、見てるし。 DM でも全然、 DM でも Twitter でもメールでも見れるようになったんで、どこのどれでも大丈夫です。リアルお話し会どんな感じになるかな、ね、楽しみですね。久しぶりに会えるってことですよね。割と毎日見てますね。コロナはいつ収束しますか。いや本当によ、本当にお願いだから、ちょっと収まってほしいなって思います。なんか今作ってるミュージカルが直前でやっぱできなくなりましたとかなる可能性も考えられる、この状況がすごく不安だし、こうみんなで作ってるものを皆さんに届けることができる幸せっていうのをなんか改めて、あ当たり前じゃなかったんやなって思いますね。当たり前じゃないからこそさらにいいものを届けたいなって思って、こんなにみんなで作ってるから絶対にやりたいですね。それは思います。なんとかねできたらいいですね。そうもう本当に散々当たり前じゃないっていうのを味わってきたからこそもういいですもういい、ほんまにもうなんかもう大丈夫です。もう、神頼みですね。
アンサーもねできたらいいですね。うん、そう、無事に幕が上がって終演したいねっていう感じですね。とりあえず今日はお話し会の宣伝をしに来ました来てくださったら嬉しいです。そのお話し会でも会えるように、みんなでミュージカルでも会えるように気をつけて健康で過ごしましょう。はい、なので私も健康に過ごしたいなって思うので、うん、はい、ミュージカルの感想を話し会で言います。待ってます。ミュージカルの感想もお待ちしてます。お話し会で会いましょうね、絶対。みんな来てくださいね、ミュージカルもお話し会も。13位ムテキンさん、12位ズッコロさん、11位つよぽんさん、10位富士さん、9位直木福さん、8位千尋さん、7位なおさん、6位国さんおけいさん、5位エインさん、4位かんつきさん、3位しもりんさん、2位こてつさん、1位やまとしさん、ありがとうございました。見てください、今日の今日立ってしてたらなりました。赤いあざ、頑張ります。ありがとうございました。おやすみなさいありがとう、ありがとう、ジョブートナナ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 軟骨いきなり出てきてごめん、誠にすいません。